もしもし。どうも皆さん、こんにちは。3度目の登場です。愚者です。いや、ルクシャさん、これが録画されてるとは限りませんよ。あ、失礼しました。そうですけど。いやー、実はですね、今回3回目の登場ってことで、そうです。ネタを1個仕込もうかなと思ったんですけど、やめました。そうなんですか？仕込んできました？いや、仕込もうかなと思ったんですけど、よくよく考えたら寒いなと思って。いや、別に、そのネタ次第ですよね、その寒いか寒くないかは。あ、本当ですか？いやですね、実は、なんだろう、パソコンの画面を見つつ、1周年記念で、ミカエラ様が、白のワンピースで登場すると、なんだって？とかっていうコメントを、小芝居でやろうかなと思ったんですけど、やああ、なめるまほど。した。いや、それはちょっとやんなくてよかったかもしれないですね。いや、全くです。それは、これ、あれ、俺の映像ってこれ、ビデオ送れるんですか？スカイプで。送りたいですけど、俺の方だけ。グシャスカイさんプではすいいでか？すけど。ですね、俺今押したんですけど。下の方に、ありますよね。プラスボタンあるじゃないですか。はい。え？あ、で、ここに画面を共有ってのがあって、はい。はい。で、そこでやると、自分のパソコンの画面が映るんですよ。あで、ここで、送りたい画面を送れるんですよ。あ。スカイはプの方に。で、い。ああ。まあ。上に、あ、いいっすか？どうやめてきぞどうぞ。ます。やめときますか？やめてきます。なんかやもう、めときますぐだりそうなんでやめてきます。か？ あ、了解了解。まずはじめに、なんか、ゆい。話したことあるんですか、いっぱい。そうですね。まあ、とりあえず、これを最初に言おうと思ったんですけど、はい。じゃあ、ゆい。ちょっといっぱい話してください、今日は。俺、グシャさんの今日は、グシャさんによる、白猫講座っていうタイトルにしますから。そうなんもう、ですか。本当に。もう、皆さんに語りかけるような感じで、もう、はい。了解しました。じゃあですね、講座始める前に一言。何ですか？ゆいを引いたのおめでとうございます。はい。ありがとうございます、本当に。いや、久々の一点狙い成功ですね。まあ、一点狙いはなかったんですけど、まあでも一番欲しいやつが来てくれたということで、まあびっくりし愚者さんの、アンドロイドにも負けず劣らずのこの可愛い子が来てくれたんでね、本当に。いや、いいですね。中の人も同じなんで。そうなんですよね、すごくないですか？全然声のあれがわかんなかったんですけど、俺、ミオとユイのこの声。そうなんですよ。やっぱプロだなとす思いまごいっしすた。よね、本当プロだなと思いましたもん。や全ばくいです。なと思って。じゃあですね、白猫講座か。いや、だって、グシャさんいつもなんか、ものすごい、細かいマニアックな計算式まで出してくるから。いけるのかなと思って。じゃあ、とりあえず身近な、ホストキャラの、ひょ、うん、個人的な、個人的な見解を。ああ、じゃあお願いします。そインのポ辺。スターの見解いきますね。ええ、お願いします。じゃあ、とりあえず、しずくさんはい。からいきましょうか。行きましょう。皆さんし聞いずてくくださいさんね。なんですけど、ビビ様と同様に白猫界のトップ2、双璧って今言われてるぐらい強いっ強いですよね。ていう評価をいろいろしてくれてるんですけど、ええ、ええ、ええ。私的にはちょっと微妙なんですよね、かなり。ああ、彼女、雫。はええ、い。というのも？というのも、ファミ通とか、ネット上で雫の性能をバンバン評価してるっていう人は、最高条件で評価が多いんですよ。なるほ要ど。は、4凸タウンマッそうクですね、スで、モチーフ吹雪。で、ユピテルさんとかの1.5倍バフで、もう無敵の雫さんで何とかしてくださいよと。言わんばかりの性能をやって、確かにそれだったらすんごい強いし、まあ最強キャラの一角なんですけども、ただ、リセマナで例えば、雫で始めたということをし想んど像いしてくな、それは。ださい。双確か剣に。のタウンって結構ランク上がらないと、まず、そっか。施設すらままならないし、ずっとウッドソードだし、で、レベル上げても、雫さんって確か200もいかないんですよ、素の攻撃力が。なるほど。だから、で、双剣のキャラって剣士と同じで、通常攻撃が40%で反映されるんで、だから、80ぐらい。100もいかない通常攻撃と、射程範囲のめちゃくちゃ長いスキル2と、バリア持ちのスキル1。ちょっと火力少なすぎるかなっていうのがあるんです。確かに。あれはだから、
はい。初心者というか、まだまだ始めたばっかの人とかは、やっぱり安定した強さを多分得れないでしょうね。そうなんですね。しずくさんに限っては。やっぱりそれは初めて、もう、ターンとかが全部揃って、なおかつ、はい、突に余裕がある人。そうですね。前提みたいな、やっぱ強さはありますよね。それ前提みたいな。ターンはやっぱりないと、ちょっと正直、双剣、きついんでね、正直。あと武器も手に入れにくいと。そうなんです。そこがやっぱり最大のネックですよね、双剣の。はい。うん。あと、かわいそうなんですけど、しずくさんは、ビビ施設と、はい、なんだっけな、眠る施設がないと、例えば、はい、話の保証あるんですけど、はいはい、どうぞ。あれ、ホースターの話をするって言ってませんでした。はい、しずくの話だって。そっかそっか。まあまあいいでしょ。まあ静かに行きましょうか。ちょっと、引き続き。尺が長くなっちゃいました。まあ、とりあえず、リセバラって始めるキャラクターじゃないな。それは思います、俺も。リセバラで始めるキャラでは、だって多分その、はい、雫が使いこなせるようになった時って、多分タウンマックスとかってだいぶ先の話なんですよ。その時には多分雫になり変わるキャラ絶対出てますから。そうなんですよ。そこなんですよ。絶対もう1周年とか届いてるからね、その時期にはもう。はい、うん。だから、最初に申し上げたいことは、はい、ネットの評価に振り回されて、それは良くない。それは良くない。俺は、それは、ダメなんですね。はい。意外と弱くね？なんだこれ。うん、っていうふうに、感じないでください。十分強いキャラクターなんですけど、しっかり、個人的に情報は得てから、スタートするのがいいと思います。そうですね。そうですね。それは俺も本当思います。ネットの評価ってやっぱり結構いい加減なところもあるし、結構無責任なんで、あの辺も。あそこに振り回されちゃうと、うん、なんでしょうね。やっぱ自分が強いと思えば強いんですよ。自分がこのキャラ使いやすいと思えば、それでやればいいしってだけの話で。はい。うん、で、結局検証するにも、自分のなんだっけな、アカウントでしかできないので、はい、結構。そうです。だから、どうしても最高ステータスが重視されがちなので、はい、まあこれぐらい出るのはすごいなと思いつつ、じゃあ自分もこういう風にできるように目指したいなっていうような感じで、まあ、一つの目標にするといいかもしれないです。そうです。じゃあ、愚者さん的には、はい、今回のホースターっていうか、今回のガチャラインナップで出るキャラの中で、まあ、リセマラするにあたって、はいはい、結構一番おすすめのキャラみたいなやつはいるんですか？その、まあ、やっぱりコーンちゃんですね。え？コーンちゃん？ポンポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんか。あの子も結構特殊なスキルをこう引っ下げてやってきましたね。はい。で、とにかく、一番最初何が肝心かっていうのはやっぱり魔導士です。これは昔と今も変わらないです。そうですね。それは本当に思いました、俺も。はい。回復やっぱ持ってるキャラがいないと、やっぱ行き詰まるんですよね、途中で。うん、そうなんです。パンモモちゃんでも十二分にいいんですけど、やっぱり四魔の魔導士がいるってことはでかいですね。安定しますよね。で、しかもポンちゃんに、はい、ポンちゃんに限っては、タヌキを召喚できるという強みがある。はい、あれは結構ユニークだなとは思うんですけど、ちょっと修正くるんじゃないかな。確かにあれすぐ消えますもんね、あれ。何なんですか、あれ。なんか壁に当たると消滅する、判定が消滅しちゃう。壁に当たっただけで消滅するんだ、あれ。そうですね。で、敵の攻撃食らっても消滅するし、だからコロリンでもいなくなるんですか、あれ。そこまではちょっとわかんないんですけど。あれでも通常攻撃3回だからできますからね、最大の時では。で、3回分の、SP を回収できると。はい。だから結構、限られては来るかもしれないんですけど。そうですね。型にはまれば相当強い。強いと思いますね。ただやっぱりそれを扱いこなすためには、端末とプレイスキル。これが彼女には最大に重要になってくるポイントかなと俺は思いますけどね。ポンちゃんに限っては。そうですね。まあ、でも普通に回復強化が 50% あって、SP 商品もあって、まあ、普通に優秀な魔導士だと思います。優秀ですね。回復においては優秀だと。で、スキル2の攻撃が、いかんせん発動までが長いかなっていう感じなんですよ。俺自分で使ってみたところで言うんですけど、結構長いんですよ、あれ。スキル2の出が。ですね、はい。だからまあ、純粋な魔導士よりは、最初は回復ベースで使って、はい、で、自分の戦力が整ってきたら、はい、まあ攻撃のアタッカーで使ってもいいのかなと思います。じゃあもうこうなったら、もう今回の新ホースター全部語りましょうか、とりあえず。そうですね。剣からもう全色。はい。じゃあ次、リンプイ行きます。リンプイですね、剣ですね。はいはい、お願いします。
で、あの、まあ、巷で話題のあの、リーゼロッテの。そうですね、そうですね、そうですね。ただ、あの、なかなか防御力も意外と高くて。え、そうなんですか、うん、俺が見たところ、あれ、200届かなかったっすよ、だってあいつ。ああ、いえいえ。あの、ペロッテちゃん150もいかがないぐらいなんで。あ、ロッテちゃんと比較した時の話ですね。そうですね。なるほど、なるほど。剣士で、まあ、まあでも剣士で被弾、まあ、剣士はコロリンしやすいというか、避けやすいんでね。あの、そうですね。はい、まあ、確かに、あの、なんだっけな、カクテルさんが、あの、頑張れば防御300ぐらいいくんで、はい。まあ、それに比べるとやっぱり低いんですけど、その分、まあ、攻撃特化ということで、はい。だと、モチーフ武器が素晴らしいですね。SP プラス 10%。ついに出たですもんね。はい。ついに出たんですね。だから、あの、前に出たの、残念リアム君とは違って、はい、SP は十分にされてて。ダメですよ、残念とか言っちゃう、リアムファンにボコボコにされますから。いや、ごめんなさい、私もリアムさん持ってて、あの、かっこいい、イグニッションが好きで、イグニッションいいっすね、あれイグニッション好きですね、俺も。はい。いや、一貫戦、ミカエラ様でよくてんだよ。ミカエラ様、やっぱ俺、カクテル最近ちょっと使い始めたんですけど、はい、カクテルスキル1がやっぱ優秀すぎるんですよね、あれ。いや、強いですね。あの、スキル2は俺、ミカエラ様の方が使いやすいんですけど、スキル1がやっぱ、はい、やばいっす、あの、出の速さと、属性攻撃。やばいっすね。はい、あれやばいっす。じゃあ、それに比べてリンプイはやっぱりこう、ちょっと、あの、特殊というか、やっぱちょっとジャンルが違うんだな、彼女は。そうですね、うん、もう彼女はですね、だっけ、いやでも強いですね、当たんなきゃ。当たんなきゃ。でしかも あれもやっぱリーゼロッテと同じく計算されて先手先手打てるっていうのがやっぱ一番でかいと。そうですね。そういうことですね。あのもう脇、そう脇ポイント。的にはこれで、うん、もし囲まれてもスキル1で、まあ、火力十分であれば、あの無双できていくキャラなんで、はい、まあウフォとかミノの引き逃げとかにやられなければ全然強いと思うんです。使いやすい剣士ですね。まあ、そうですね。剣士の中では、まあ、普通に、あの、リセマラでも始めても全然、そうですね、彼女でも大丈夫でしょうね、多分。はい。ただまあ、いかんせん防御力が低いので。そうです。そこで被弾しなければっていう話で、前提でっていう話ですね。だから、あの、コロインとか、ケンキャン覚えるのであれば、すごくいいキャラだと思います。そうですね。はい。じゃあ次は一番まあ、今回の放送で一番まあ、なんだかんだ注目されてると言っても過言ではない、拳の、あの、例の方に。ああ、弁慶ですね。彼に、ちょっとグシャさんの彼への見解を俺、ちょっとぜひ聞いてみたいんですよ。そうですね。ね。あ、言っちゃっていいですか？言っちゃっていいです。言っちゃっていいんですか？ズバリ言っちゃいましょう。それは。ああ、チビタでよくね。やればやっぱ職業違いっていうのがやっぱでかい。だからチビタの拳バージョンっていう、あの、ポジションの立ち位置なんで、まあ。で、ですね、チビタでよくねと、まあ、極論言ってしまったんですけども。まずですね、チビタの方は、槍職なので、まず、ヒットポイントと防御力が高くて、そうですね、でしかも、バッチ行為って言った後に、ダメージ半減をしてくれるんで、もうまさに、敵を集めるには最適なスキルが揃ってるんですよ、彼には。そうただ、今回のあの、弁慶、その、拳で、まあ、ヒットポイントもそれなりに高いんですけど、いかんせん防御が低くて、まあ本当に、事故率が高い。で、あと、スキル2も、その、非常に火力が高くて、個人的に、おーとかって思ってたんですけど、ただ、その、引きつける前にやられちゃわないかなっていう、結構上級者向けのキャラじゃないかなって、SP 回収率も低いので。確かに。はい。だって、3か4ですもんね、これ。そうです。聞いたところによると。頑張ってもすごい。すごいですよね、それは。見たんですね、SP が。この今更で3来ちゃうっていう感じですよね。そうなんですよね。だから、まあでも言うても拳なので、多分普通に協力とかでは、ピンポイントで使えると思うんです。ただ、はい、スキルブッパーできるキャラではないなとは思います。そうですね、そうですね。まあだからそのスキルの配分というか、SP 管理をまあしっかりできて、なおかつ、
相手の攻撃を、おびき寄せて、被弾しないっていう自信のある人、かなり限定的になるんですけど、そうですね、まあ、そういう人が使えばハマるかな、という印象ですよね。はい、うん、まあ、だから、個人的には嫌いじゃないです、こういうキャラクター。ただ、使いにくい。そう。だいぶ個性が輝きすぎてて、ちょっと、受け入れがたいキャラではあるんですけど、まあ、そうですね。愛してしまえば、こっちのもんだと。はい、いう話ですよね、本当に。ただ、こういうキャラクター使える人は、かっこいいですね。確かに。使いこなせる。そうなんですよ。使いこなせれば本当に、唯一無二というか、はい、まあ、唯一無二はちょっと大げさですけど、でも、はい、ちょっと輝きますよね。そうなんです。こういうキャラが最後まで生き残ってくれれば。うん。はい。だから結構拳もいろんなスキルのキャラクター、優秀なキャラクターがたくさんいるんで、まあ、こういう上級者向きのキャラクターも、あったりするとなかなか面白いんじゃないですかね。そうですね。はい。そうですね。はい、じゃあ次は、剣、拳。まあ、槍ですね。槍、恥じらいアンドロイド、ゆいちゃん。はい。ゆいですね。私も多分一番注目してたキャラクターです。そうですね。これ一番やっぱか、見た目が素晴らしいんですね、これ。ですね。ただ、これはなんで、最初しずくさんの話題を持ち出したかというと、実はこのゆいに当てるために、あ、そうなんですか？出したんですよ。で、ゆいちゃんなんですけど、しずくさんと同じで、パーティー内に、スキルタイプの数がいると、自分の戦闘力が強化される。そうなんですよ。はい。そこなんです。だから、初心、リセマラで始めるには、まあ、まず、向かないのかなと。ね、で、もちろん、最高ステータスを叩き出した時の彼女はまあ、強いです。攻撃力も高く、モチーフももちろんなんですけど、攻撃力も高くて、SP も超大で、SPR も6、まあ、220ぐらいあるのかな、確か彼女は。220ぐらいですね。はい。全部いくと。だから7です。もう、本当に、多分、なんでもこなせる万能キャラになりますね。まあ、苦手キャラに関してはちょっときついのかもしれないんですけど、ただ、防御も400ぐらいになって、攻撃も、多分1000近くいくでしょう。そうなんですかね。ちょっと計算細かくしないとわからないですけど、多分、900ぐらいかなっていう感覚なんだったんですけど。ああ。ランサーの、確か、ランサーの、ダイアップがあれば、結構いきます、まで。はい、あと、もちろんバフをかけてくれる線は全然いるので。はい、だから、なるほど、ただ、強力では、戦闘力がばらけてしまう。そうですね。ちょっと安定しないんですよ、はい、強力だと。ソロ向きではあるんですけど、強力向きではないかなっていうのは、本当に僕も感じてる部分ですね。だから、SP はもちろん多いんですけども、まあ結構4突前提キャラかな、という印象を受けます。まあ、僕ね、残念ながらまだ2突なんですよ。ああ。ちょっとスタールーンが枯渇してて。ああ、そうです。今だから結構スタールーン欲しいなっていう感覚なんですよね。はい、確か2突で3人で200いくんでしたっけ、SP。ああ。2突の SP なし武器で、はい、パーティーのスキルタイプが3人いれば確か200ぐらいいったかな、SP して、6% バフで、6% アップターンも、はい。はい。確かそれぐらいいった気がします。いやー、ゆいちゃん、なんて言ってもこれ、まあ、性能ももちろんなんですけど、見た目ですよね。見た目ですね。ここに尽きるというか。これ絶対ミオ開発した人だと思います。動画すみ、ミオに絶対かかった人だなと思います。露出のポイントが似すぎですもんね。てか、ほとんどもう。ああ。で、これだけ、のフォルムで出したくせに、本人の性格が恥じらいを意識してる。もう、これは作った人は変態ですね。変態、間違いない変態です。で、正月ミオを作った人。でも、だって我々も人のこと言えないじゃないですか。変態なんだから。男は、全部とは言いませんが、おおむね変態です。おおむね変態。大概変態でしょ。大概変態です。何かしらの。いや、ミオさん、これだけは言わせられますけど、はい、女も大概変態ですよ。あ、そうなんですか。私、女性に関してはあまり、敵を増やしたくないんで。あまり多くは語らないようにして。うわ、出た。ぐちゃたちとこれ女性のポイントを上げようとして。最低レベルだね。あっ、あれですよ、古賀さんの動画で結構いろいろと古賀さんの方が言われてるんで、私は控えようかなと思って。いや、言っときますけど、はい、女もね、やっぱり大概変態ですよ。まあ、それは生物学上しょうがないですね。欲求っていうのは誰か。そこで生物学出してきました、そこで。私が Y 弾を
を話す前のジャブではここを出しますね。はい。まあ、しょうがない、それは。しょうがないんですよね。はい。しょうがない。だからまあこの、前といろいろと当たり出していくので。だからこの家作った人も、まあ変態っていうのも、はい、まあしょうがないと。そうですね。そうなんです、そうなんです。はい、だから、グッジョブと言いたいですね。グッジョブ。ただ残念ながら、私は ジュニーホーストはまだ弾いてないので、彼女を思って。だってグシャさんはだって今回だって待機でしょ、多分。待機です。この感じでいくと。はい、もうだから、チャグマは1周年に控えての待機と。チャグマもおそらく弾かないですね。あ、これは後々言おうと思ってたんで、はい、次のキャラクターに行きましょう。あ、本当ですか。わ、はい、かりました。次は槍と、槍の次は斧か。キャロちゃんか。じゃあ、キャロちゃんいきますね。キャロちゃんもこれは相当やばい。ついにビールフリートを刈り取るキャラクターが来たかなと。ちょっと聞きたいところなんですけど、グシャさんに。はいはい。これは、なんですか、正月カモメとか、シャンピニオンと比べても、これやっぱ性能上回ってますかね。キャロちゃん。そうですね。今回のホースターに関しての印象なんですけど、防御を犠牲にして攻撃特化キャラをズーム仕込んできたなと思って。確かに、それは俺も感じてました。はい。で、しかも、ビルフリートも攻撃キャラなんですけど、ただ彼の場合燃費が高すぎるんで、そうなんです。ビルフリートの弱点を補完したのが多分キャロちゃんですね。あれを、カバーしちゃうってとこですよね、むしろ。そこの弱点がなければ、やばいだろっていうとこを、もうやってきちゃったっていう。はい、確かに、カモメちゃんみたいに遠距離に対するアプローチはないんですけど、まあ、近接に関してはこれほどのキャラ出しちゃうかと思って。そうですね、これはちょっと俺も強いなと。はい。だから、しかも、はいはい、どうぞ。武器も結構優秀なんですよね、あれ。武器がね、バフと SP じゃねえや、なんだっけな、アクションスキルアップでしたっけ。そうですね。まあ、あれは、すごいですね。すごいですね。完全にドリフと、抜いて、でもドリフ以上かな、スキル火力に関しては。なんだっけな、攻撃、攻撃オートスキルあるじゃないですか。はいはい。これと、アクション、なんだっけな。アクションスキルの、はい、アップがあるじゃないですか、武器。はいはいはい、あれは掛け算なんですよ。足し算じゃなくて。ああ、はいはい。だから、ビルのこと、はい、スキルに関しては、ビルオノよりも若干わずかながら火力上がります。はあ。全く同じ攻撃数値で言ったら、だいたい。なるほど。はい。だから、ことスキルに関してはビルオノよりも火力が出るとは私は思いますね。なるほど。まあ、ここはちょっとシステム的なことになるんで、語ると長いんで、はしょっちゃうんですけど。はい。だから、ついにビル・フリートさんお疲れ様でしたっていうキャラクター、はい。そうですね。多分次回はもう落ちるでしょう。間違いなく。はい、ほぼ間違いなく。本人も可愛いし。そうですね。はい。ただ、そのあたりの。ただ逆にこれに勝てるキャラクターを今後出すのか、とかって思う。いや、無理でしょうね。ホースターでは出してこない。だから、チャグマでもしかしたら、斧。斧って多分ザックだったはずだったんで。はい、ザックですね。あれそうですよね。ザックが。あのエレキギターで殴るのかどうかわかんないですけど。あのギターで殴るんでしょうね、多分。殴るためにバイーンって言ってますけどね、そしたら。かもしれないですね。モチーフどうなんだろう。まあでも、ホースターの中で彼女、多分だいぶ、もうキャロ政権が多分できるでしょうね。キャロと、もう、カスミとかは多分しばらくなんか、滞在しそうな気はしてますね、正直。そうなんですよ。うん、まあ、ビルフリードに勝つキャラですからね、これを、そうですね。しのぐキャラはなかなか出てこないんじゃないかな。出てこないと思いますよね。まあ、印象ですね。やっぱりまた変わり種で、やっぱ斧とかでもそのリンプインみたいな、はい。ちょっと変わり種とか、弁慶の変わり種出していくしかもう手段がないというか、もう回復。落ちる前提で、そう。回復斧出すしかないですね。回復斧はやばい、それは。でも、やばいですね、どうなんだろう、回復斧は、斧って結構、あ、でも SP 回収ももうしやすくなったから、結構やっぱり割と強いですね、それは。そうですね。うん。まあ、もう彼女に関してはもう言うことはないですね。ただ強い。確かに俺も言うことがない。はい。